荒川真澄は昨夜うちの親父と会食した後、一人で平安楼を出て行った。撃たれたのはその帰り道ってことになる。犯人の目星は？解散させられた近江連合の残党ってとこだろう。実は蒼天堀の方でも昨日発砲事件があった。元若頭の渡瀬な、堂島大吾にもだ。無事だったのか？ああ、あいつらのそばには元登場界のレジェンドってのが何人かついているらしい。最強の用心棒だ。なるほど、あいつらか。お前らも用心するんだな。近江解散の最前線にいたんだ。的にされてもおかしくねえぞ。分かった、春日にそう伝えとく。しかしあの近江連合の、しかも次の跡目とまで言われた荒川組までが解散を目論んで動いていたとはな。これはとんだ裏切りですよ、沢城さん。もともと俺らは関東に拠点を置く同じ登場界の親戚団体同士。そんな俺らが荒川さんが書いた神室町から登場界を駆逐するという作戦に手を貸したのは、一にも二にも自らの組の存続のため。島代なんていう名目で実質上の上がりを収めさせる登場界のやり方にはうんざりしてたんだ。そんな状況が続きゃ俺らみてえな都市圏に地盤を持たねえ組織は自利品。だからこそ不義理を承知で荒川に協力したんだぞ。あの約束はどうなるってんだ。荒川さんが近江連合のトップに立った後、八代目近江連合に俺らが直参幹部として取り立てられるっていう話はよ。ご心配なく、近江連合は解散させません。新しい看板を掲げて存続させます。関東の諸先輩方には大変なご迷惑をおかけしたと思っております。この落とし前はきっちりつけさせていただきますので、今日のところはこちらでご容赦いただきたい。まあね、あれですよ、我々としてもこれで荒川組さんとの縁を切ろうって腹じゃない。今後もいい関係を続けていければとは思ってます。そうだな。まあ裏切りの首謀者だった荒川はどこぞの誰かさんがきっちり寄ってくれたわけだから、一応筋は通ってるしな。これからも困ったことがあればいつでも頼ってください、二代目荒川組さん。ありがとうございます。ああ、
何が筋だ。極道の端くれにもならねえ片田舎のカスどもが。何だと、今なんて言った。沢城、お前、おたくらの協力なんぞ借りなくても荒川組は再生させますよ。東に集まった近江連合の連中を束ねてね。無礼だぞお前。荒川が下手を打ったのは頭のお前の責任だろうが。やめろ。何をする。俺はな、お前らみたいな構想の一つも仕掛けられない口だけのヤクザが大嫌いなんだよ。何年か前までは登場会の機嫌を伺い、昨日までは荒川の親父の顔色を伺い、それが死んだら今度は先輩面して任侠道のご指導か。ごたく並べてもな、ヤクザなんてもんは結局は暴力。強え奴に弱え奴が従う世界だ。助けて。死の子の言わねえで、てめえらはこっちの言うこと聞いてりゃいいんだ、このボンクラが。これからも俺らが作る新しい東京近江連合をぜひ応援してくださいや、先輩。ずいぶん勝手なことしてくれるやないか。お前との付き合いは長くないが、俺がどういう男なのかくらい知ってんだろ。知らんな。親はやられて黙ってられるほど俺の器はでかくねえんだよ。何が言いたいんや。やったのはお前なのか別の関西のガキなのかは知らねえが、親父を殺した奴のけじめ絶対に取らせてもらう。よーく覚えとけ。何言うとんねん。青木に命令されたお前がやったっちゅうことはその辺のチンピラでも知っとるが、因縁でっち上げて俺に喧嘩打って、それきっかけで新しい組織の頭取ろうっちゅう腹積もりなんやろうが、そうはいかへんで。まあ今東京にいる近江の残党がまとまるまでは待ってやる。それまでせいぜい母ちゃんの血でも吸っとくんだな。待たせたな、ガキ相手に本気になるクソヤクザども。世話になったっていううちのガキどこだ。荒川さんよ、おめえんとこのこいつがうちの組員を半殺しにしてくれてな、どうけじめつけるってんだ。そうか、じゃあ指一本でどうだ。それでこいつを返してもらう。文句ねえだろ。借りるぜ。帰るぞクソガキ。鳴ってるよ電話。
事のだ。会長。大丈夫か。ええ、まあ。その声でか。ちゃんと飯を食えてるのか。いえ。そいつは体に毒だ。どうだ、平安楼で会わないか。平安楼。俺と荒川さんが最後に会った場所だ。荒川さんが食べたのと同じ料理をご馳走してやる。ええ、でも今は。いいから来い。わかりました。待ってるぞ。星野会長から呼ばれたんですか。平安楼に来いって。行くの。ああ、おやっさんの最後の様子も聞きたいしな。
守る善良な国民が泣き、法の目をかいくぐった輩が高笑いをする。日本はいつからこんな国になってしまったんだ。正直者がバカを見るような社会はもうたくさんだ。私は法律を、この国の主権をもう一度善良な国民の手に取り戻します。皆様の貴重な一票をこの久米に託してください。まあ言ってることは間違っちゃいねえんだよな。久米は本気でブリーチジャパンが表向きに掲げてる理想を信じてんだ。裏の悪事も知らずに行くか。そう考えるとある意味では久米も青木に利用された哀れな被害者かもしれないな。同情してる場合ではないですよ。よし、急ぐ。おい、ちょっと通してくれねえか。頼むよ。ちょっとあなた、割り込みは迷惑ですよ。え？すまねえ。けど、どうしても。あ？あんた、どこかで。こいつだけじゃなく、周りもみんな大見だぜ。飛んで火にいる夏の虫や。この間の借りはきっちり返したるで。手加減しねえぜ。私の番ですね。どうした来いよ。見てんのか。明日も終わりめ。せーら。おれおれ。どうだ。なんや。見てんのか。なんや。やってみろ。私が相手で。勝てると思ってるよ。まった。本気でやってる。とっておきだ。せーて。してみろ。やってくださいのか。行くぜ。なんや。ダイビング。寝てんのか。やめんな。これや。してみろ。なんや。よかった。行くで。寝てんのか。来るぞ。私が相手です。さて。はい。当てると思ってる。寝てんのか。なんや。よし、行くぞ。はい。寝てんのか。見せてやるよ。本気でやってんの。ほら来いよ。やべ。やってみろ。寝てんのか。私の番です。出ると思ってるよ。俺の番か。してみろ。やってやってやる。バカ。やんのか。なめんなよ。寝てんのか。ラウンドで勝つ。よっしゃ。さらに強く。邪魔するつもりやったんやろうか。残念やったな。久米の演説は一回じゃねえだろう。この後いつどこでいつやる。全部言え。そんなもんホームページに全部書いとるわい。せやけどお前ら久米に近づくことは一歩たりともできへんで。どういう意味だ。久米を当選させることは
都知事の直令や。その障害となり得るお前らは徹底的にマークされとんのや。見てみ。わしにも把握しきれんほど近江組員が異人町に入り込んどる。無数の名がお前らを監視しとるっちゅうこっちゃ。くそ、常に青木の方が行って先を読んでるってことか。おっしゃる通り。確かに一地方自治の長である都知事が国政に介入するというのは前例がございません。しかし新しい試みというのは常に前例がないことです。青木さんね、あんたまだ若すぎるんだよ。国政ってのは学生の遊びじゃないんだよ。地方自治は学生の遊びだということですか？いや、そうは言ってないが。さあ、それではここで改めて世論調査の結果を見てみましょう。青木知事の幹事長就任を支持すると答えた人の割合は全体の 80% にも及んでます。その理由として最も多かったのが神室町産経作戦の成功ということですが、これに関してはいかがでしょう、青木さん。産経作戦については私だけではなく警視庁のお力添えも大きかったですね。地方自治と地方警察がしっかりと手を取り合った賜物かと。しかし君ね、東条会が壊滅したからって神室町からヤクザが消えたわけじゃないでしょう。噂じゃ関西のヤクザがいっぱい入ってきたとか。関西のヤクザとは近江連合のことですか？先日大阪府警に解散届を提出したと聞きましたが。そうだよ。でもそれはつまり危険を伴った産経作戦などしなくても彼らは自主的に消滅したってことじゃないの？危険を伴った作戦？果たしてそうでしょうか。今回解散を主導したといわれる幹部の一人、荒川真澄が殺害されたのはご存知ですよね。つまりヤクザ組織が自主的に解散したと思われているようですが、現実としてその中身は決して平和的にはいかないということです。ところが産経作戦では一人の死者など出しておりません。これは私がブリーチジャパンの活動で得たノウハウが大きく作用しているわけです。今回の総選挙、民事党はブリーチジャパンから多数立候補者を立ててるわけですが、幹事長としての狙いは？一言で言えば民事党の若返りです。ブリーチジャパン立候補者は年齢も若く活力にあふれています。彼らの力を持ってこの国に残るグレーゾーンを徹底的に漂白します。荒川の島で選挙に利用しやがって、てめえで殺したくせに厚かましいにも程があるぜ。ああ、前から信じちゃいねえが政治家ってのが一層信じられなくなるな。ねえ、この後も久米は別の場所で演説するみたいだけどどうする？ああ、さっきの様子じゃ久米には指一本触れられねえし。苦戦しているようだな。会長、
お前が言ってたルートってのは久米を脅して青木を呼び出そうってことか。ごめんとっす。だけど久米サイドに先手を打たれていて。会長はどうしてここに？さっき平安堂でお前に渡し忘れたものがあってな。え？で、会長、俺に渡し忘れたものって一体？俺に頼み事をしてた件だよ。忘れたんじゃねえだろうな。頼み事？は？立候補者？久米を落選させて青木のメンツを潰す。そのためにお前はこの金を作ったんだろう？見つかったんですか？青木に勝てる立候補者。四方八方手を尽くして探したんだがな、いなかったか。でもいいアイデアを持ってきたぜ。え、アイデアって何です？春日、お前が出馬しろ。はぁ？もう少し早く思いつきゃよかったんだが。ちょっと待ってください。なんで俺が出馬するんすか？俺なんかが選挙で勝てるわけないっすよ。だろうな。久米に勝てないどころか供託金が返ってくるほどの票も集まるまい。300万ドブに捨てるだけっすよ。捨てていいんだよ。はぁ？それで久米を捕まえるチャンスが来るなら安いもんだ。久米を捕まえるチャンス？立候補者は狭い選挙区の中で選挙カーを走らせたり演説をやるわけだ。当然対立候補と出くわすこともある。そんな時は思ってなくても健闘を祈りますなんて言って握手をするのが礼儀だ。見たことあるだろう。接触できる大チャンスだぞ。俺が立候補すれば久米と接触できる。久米に比べればお前は無名の候補者、いわゆる泡沫候補に過ぎん。一方で久米は当選確実と言われている。その状況でもしお前が握手を求めた時、久米はお前を無視ができねえ。どうしてです？当選確実と言われる候補が泡沫候補を無視すればおごりと取られかねない。よらんとな、怖い。悪い評判ってのはすぐに広まる。そこで久米は嫌がおうでもお前と接触しなければならないというわけさ。お前の計画は選挙で久米を打ち負かすことだった。でも今のお前が望むことは久米との接触だろ。違うか？ちょっと待ってください。一番は前科持ちですよ。それも殺しの。どんな前科だろうが刑期を全うした以上立候補する権利は法律で保障されとる。どうするかすが。少し考えてみろと言ってやりたいとこだが、悠長なことは言ってられんぞ。立候補届は公示日の今日しか受け付けておらん。出馬するかしないかは今決めるんだ。俺出ます。マジかよ。でも法律的には問題ない。合法だ。ならば急いで選挙管理事務所に届けを出しに行くがいい。あそこは役所仕事だから夕方には閉まってしまうぞ。おい、今何時だ？やばいわよ、すぐ行かなきゃ。走るぞ。選挙管理事務所ってどこっすか？馬車街道にある西浜ビルの中で。あざっす。
はあ、ダメよ。いらっしゃいませ。いただきます。いただきます。ごちそうさま。ありがとうございました。
おう。ありがとう。いや、それじゃあ。
財布を置いてて共に来たぜ。やってきたまえ、私の番ですね。ほら来いよ、俺の番だな。ほらさーて、どうしてほら来いよ、行くぞ。いいね、本気でやってんやん。ダメだよ、痛い目に合わせますよ。どうした、やんのか、行くぞ。してみろ、よし行くぞ。どうした、頑張りなさい、私の番ですね。